基本情報技術者略語ノックパート6基本情報技術者試験に出題される略語を勉強しましょう試験問題で単文で説明された時に回答できることを目標とし一つの略語をがっつりと勉強するのではなく簡単な説明をノック形式で何パターンも紹介します ピンボック、プロジェクトマネジメントボディオブナレッジ。プロジェクトマネジメントに関するノウハウや手法を体系、立ててまとめたもの。BPO、ビジネスプロセスアウトソーシング。自社の業務を外部の事業者へ委託すること。CAD、コンピューター、AA デッドデザイン。 コンピュータを使用して製品の形状や構造などの属性データから製品設計図面を作成する。MIPS Million Instructions per Second コンピューターの処理速度を表す単位で1秒間に何百万個の命令が実行できるかを表す。DBMS Database Management System コンピューター上のデータベースの整理やデータの検索、更新、共有などを行うソフトウェア。DNS ドメインネームシステム。ドメイン名と IP アドレスを結びつけて名前解決する仕組み。PPP ポイントツー、ポイントプロトコル。二点間を接続して データ通信を行うための通信プロトコル。主に電話回線を通じて、コンピュータをネットワークに接続するダイヤルアップ接続で使われる。ISMS、インフォメーションセキュリティマネージメントシステム。情報セキュリティを管理する仕組み。LAN、ローカルエリアネットワーク。 限られた範囲内にあるコンピュータや通信機器、情報機器などをケーブルや無線電波などで接続し、相互にデータ通信できるようにしたネットワーク。そうはサービスオリエンティッドアーキテクチャー。サービス思考アーキテクチャ。ソフトウェアの機能をサービスという部品とみなし、 そのサービスを組み合わせることでシステムを構築する概念。今回はここまで。他の動画でも一緒に勉強しましょう。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。また見てね。